勝利の日は近い。この次がラスボスってことかな。終わったのもまあ、よくもやってくれたね。こうなったら今度はこの私が直々に相手をしてやる。生きて帰れると思うなよ。さあどれぐらい強いんでしょうね。はい、いやー結構ね手こずれましたけど、なんとか倒しましたね。はい、F か、まあそらそうですね。はい、じゃあまたこれでいきたいと思います。暗黒銀河女王との決戦を迎えた宇宙刑事たち、最終決戦が今始まろうとしていた。暗黒銀河大決戦、もう一人の宇宙刑事。俺たちがいる限り貴様の思い通りにはさせん。今こそ決着をつけてやる。行くぞ。調子に乗るな小悪魔ども。私に勝てると思ってるのか。ラスボスするんだね。そうだ、でも相手一人ですからね。まあでもこれおそらく第二形態があるかもしれませんからね。当たってんのかこれ。当たってないやん。どういうこっちゃ。3ヒットって出てるけど減ってないよ全然。ん？何？また選択できんの？じゃあ今度これにしようか。何をしてやがるギャバ。俺が手を貸してやるぜ。ああ、これはあれなんや。仲間、一応仲間なんや。つもりもないが、この私を裏切ることの愚かさを思い知るがいい。ハンター来たら、どうして こんな俺だ。最後は宇宙刑事として死にたかった。これであれかな、攻撃が効くようになるんかな。あ、効きますね。
うわ、強いな、でもやっぱり。でも倒せそうですね。もうわずかになってきましたね、ヒットポイントが。うわ、強い。あともう一発ぐらい倒せる。でも第2段階ありそうですね。あ、回復しよった。第2形態。うわ。全体攻撃や。半分ぐらい減る。あ、もうやられた。強いな。強いな。その攻撃のなんか威力がかなり強いですね。さあ来い、サイダーポーチ、サイダーポーチ、倒す。これが第二形態やな。これが強いよな。これはね、離れてても当たるのか。これで二人やられるもんな。全然減らへんな。半分やもんな、やっとこれで。
と思ってるのかい？ダークレーザー！後ろから狙いに来たのこれ。あーやばい、あー惜しいな結構きついねこれね、思ったより。ギャバンとサイダーがね、第三形態で死ななければいいんですけどね、だいぶね。形態はもうノーダメージでいくくらいじゃないときついよな。あ、でも回復するんですね。そうか、回復するけどもやられるんですね。おい、シャイダー何やっとんね。広範囲に食らうからどうなるんやな。遠くにいれば大丈夫ってわけでもないんやね。どこやった、どこやっとんね。厳しいなぁ。いい絵ですね。これね、難易度下げましょう。ちょっとそれじゃなくて無理かもしれない。全然増えてないな、倒してんのにね。なんで増えないのかな。クリアしないとあかんのかな。イージーにしましょう。キーアサインタイプ、音楽の音量、効果音の音量、これでいいか。はい、これでだいぶ違うかなと思います。今度ね、シャイダーでやってみましょうか。暗黒銀河大決戦、もう一人の宇宙刑事、覚悟するんだね。そうだ、はい。シャイダーと、それでは
これは手応えないから、とりあえずデモが出ると。はい、まだサイダーできますよ。はい、これですね。イージーですからね、さっきと全然違うとは思いますけど。確かに敵のヒットポイントの減りが激しい気がしますね。逃げといた方がいいですね。でもそれでも食らうな、ある程度吸い込まれるんですね、これ。当たってないやん。ノーマルの時と比べたらまだ2人も生きてますしね。あ、またやってくるか。そう、吸い込まれるからね、これ結局当たってまうんですよね。あ、でもダメージがさっきのね、ノーマルの時と比べて小さいですね。二人やられましたね。まあ、全然違いますね。やっぱり倒しやすい感じしますね。こっちの方がだいぶね。惜しいな、やられた。もうちょっとやったのにな。それでも負けるんですからね。やっぱイージーでちょうどいいぐらいですね、これね。そうだ、クライムバッター、ファイナルキック。もうできればこの時ノーダメージでいきたいですけどね、第一段階は。食らうよな、でもな。最初にこれやってくるんですよね。ジャバンとシャリバンも食らってないですね。あ、食らった。はい、
ダークレーザー。ダメージがまだマシな気がする。これが一番マシな気がするね。攻撃と敵の攻撃の中では。あーやっぱり惜しいなー。イージーでもこの難易度か。耐えないといかん気がするな、俺は。これをノーダメージでいけば倒せる気がするんですよね、あれをノーダメージで受け切ればね。あれ食らうからダメなんですよね、おそらく。ヒットポイントが足りなくなるんですよ、あれ食らうから。セリフを向こうが言ったら必殺技打ってくるっていうね、っていう傾向があるんで。またやってきた、またやってきた。これなんか向こうが喋ってきたら必殺技打you
かんな。今回はちょっと無理やな。まだまだヒットポイントあるもんな。やっぱりな、惜しいな。いやー、これは強えわ。イージーでもこのレベルではもう、それはノーマルじゃ無理ですね。そうだ。ちょっとここはね、あの二人に任せましょう。ヒットポイント温存するためにしょうがないですわ、これは。あの二人にやってもらうしかない、第一段階は。第二形態でね、ヒットポイントを温存するために、ちょっとここはね、あえて叩かないことを選んで、あの二人にね、頑張ってもらうしかないです。これも作戦の一つですよ。タリバンには申し訳ないですけどね、お二人にはちょっと頑張ってもらって、僕はね逃げとけます。よし、これでいいですね。はい、これでね、避け切る。あー、クラブな、どうしても。ノーダメージじゃ無理なのかな。絶対食らうな、これな。ここもちょっとあの二人に任せましょうか。ある程度ダメージ与えてもらって、で、やられてから僕がね、動くという感じで行きましょう。その方が賢いかもしれない。一緒にね、やってたら一緒にやられるだけやから。ジャバンね、シャイバンやられましたね。ジャバンやられましたね。じゃあ、動きましょう。あー、やってきた。やっぱ食らうな。やっぱやられますね、これね。絶対食らいますね。抜けることできないようになってんでしょうね。でもこんなね、結構やばいからな。あかん、それでもダメか。厳しいな。じゃあこれ次でちょっとダメだったら諦めますね。はい。いや、無理なもんは無理なんでね。そうだ。はい。まずはあの二人に戦ってもらいましょう。ライブバッター。イージーでもこんな難しいやもんな。ラスボスはもしかしたらね、難易度関係ないのかもしれませんね。ラスボスだけはね、イージーだろうがノーマルだろうが強いってことかもしれませんね。はい。この間もあの二人に頑張ってもらいましょう。
うな、どうしても。ギャバンやられましたね。サリバンはヒットポイントが結構まだあるから。ポイントありますからね。これやってきましたね。よし、抜け切った。攻撃はまだいい。もうちょっとないけどな。うまくいけば倒せるかもしれませんね。当たらんかったな、久田さん。いや、今回遠くやったから避けられたな。愚か者め。よし、倒した。レーザーブレード。サイダーブルーフラッシュ。まあ、最初からこれやればいいんだよっていう話なんですけどね。倒しましたね、なんとか。やっぱりデーモン閣下に似てるような顔が。親子揃って使えない。貴様らのようなやつはもういらん。死ねえ。倒してまうんや。なんてやつだ。ふん、私に逆らうとは愚かなやつ。さあ、どうする宇宙刑事よ。このままだと本当にバード星がこの世から消えてしまうぞ。決まっているだろう。お前を倒し、スペースカノンの発射を止めるまでだ。お前たちにそれができるかな。翔さん、はい。あ、
時間制限があんの？2分で倒さなあかんってこと？ここで倒されるんや。じゃあラスボスが違うってこと？